三峰さん、はい、ここ兵庫県高町なんですけど、はい、初めて来たカフェなんですよ。見てください。ほう、きっと枕木ですよ、これ。いや知りません、ね、いや一瞬そうかな思ったやん。ちゃうでしょさすがに。こんな感じします、ね、なんかよくあるやんですこういうモニュメント。まあ、でもこれはちゃうでしょう。これなんか変わった形の建物ですね。洋風なんですかね。イタリアちゃうか、イギリス風。なんかでもパーキングのところ見たらカナダの国旗のマークが、カナダをイメージしてるんですかね。全然イギリスじゃなかったです。そうね。この店名の名前忘れてる。あ、ほんまや。お店の名前何やったかな。とりあえず取材 OK かどうかをね、確認しながら。明けましておめでとうございます。はい。じゃあ入りましょう。すごい歴史あるんじゃん、この電話。あ、こんにちは。これすごいね。ね。あ、前は使えてた。これは歴史ある。これ入れるんですか。ちょっとすごない？ほら。すごいですね。めっちゃおしゃれやん。これどうやって使うんやろ。こうやって、あ、ほんで押すの。あ、で10円入れてっていう電話やったんや。あ、形はアンティークやけど、あ、新しい感じなんやね。もうボタンはボタンやもんね。あれじゃないですか、ね。くるくる回すようなのじゃないもんね。ギリギリしてる世代の。そうやね。ということで取材の許可得ましたんで、我々お茶しましょう。じゃあ一番奥で。お店の名前なんて言うんでしたっけ。アボンリーハウス。どういう意味なんですか。物語で、赤毛なんて物語なんですけど、こちらの育った村がアボンリー村っていう。なるほど。そこから取ってらっしゃる。地名なんですね。なるほど、了解です。コーヒーおいくらなんですか。500円。ブレンドコーヒー500円。アイスコーヒーは550円。あ、550円とかね。はいはい。ちょっと木曜がほう、たまに休みだ。不定休とか。不定休で、はい、営業時間が8時から6時まで、ね、はい、承知しました。はい、はい、あら、あれ紅茶頼んだ。シロップの自家製のシロップなんですよ。おしゃれな。へえ、おしゃれですね。いただきます。ここのオーナーさんが赤毛のファンのファンやったとか。そうです、まだ本が好きで。あ、それで本もいっぱい飾ってらっしゃるんですね。これはね、はい、はい、了解です、ありがとうございます。そうなの、三つ宮さんいつもブラックなで、俺だけかいな、シロップちょっと取りながら。難しい、これね、取りながらこう入れるっていうの、どんだけ入れるのかがちょっとまたよく分かんなくて。私ね、あのシロップは多めに入れる派なんですよ。でミルクはほとんど入れないんですよ。ただブラックが苦手なんで、これちょっとだけ入れるんです。あの米田コーヒーのって知ってる、あのミルクめっちゃいっぱいなんよ。あんな全然使えへんのよ。ということで混ぜまして、右手で今取りながらなんで、めちゃくちゃ難しい。はい、じゃあお疲れ様です。どうも。はい、すごくコーヒーです。あ、そうやな、コーヒーの味ってあのそんなに俺分からへんのよ。あのお酒の味とかでもね、あの特級酒とか一級酒とか飲んで分かる人おる。私分かんない。私は分かんないです。だからコーヒーも豆の違いとか一個も分からへんねん。怒られますけど、うん、ホテルのいっぱい数千円の、ああ、あるよね、ホテルのコーヒー高いよね。某コンビニのマシンのコーヒー違い分かりません。あのこれ YouTube でね、あの視聴者の皆さんご批判しないようにだけ炎上ネタ、炎上ネタも一個、あ、掘り込んでくれます。炎上ネタ、何があるんですか。お酒も飲まないんで分かりません。おそうか、下戸なの、元くのは。あ、そうなんや。まあでもそういう意味ではね、あの僕らの世代、今54なんでね、はい、僕らの世代ってそれこそ昔はもう酒めっちゃ飲まされんのよ、はい、会社入って割と回らない頃に、ね、まあ、これもまた今となってまずい話なんやけど、会社名出するから、はいはい、やめときますけど、うん、お酒で修正するように言われてますから、ね、どこの会社とは、どこの鉄道会社ではない。やめときましょう。それ以上やめときましょう。お互いにちょっとやばい。お互いにちょっといろいろ降りかかってきたら難儀なんで。その時点でも僕はこの会社では未来ないんだと思って転職します。なるほどね。これ言ってる時点でも。まあでもね、あの確かに私が、はい、会社入った頃は
まずねお酒飲んで酔うまで飲めって最初言われてね、どれぐらいまで飲めるかまず自分で勉強せって言われて、まあ、最初そんな感じやったね。あと前もね YouTube の見えたかもしれないですけど、明けの度にお茶行ってたよ、はい、2日に1回お茶行ってて、まあ、この業界は当然朝からお茶で、しかも朝から飲み会とかもあって、あのまずあれですね、いわゆる練習から、ね、乾杯の練習から始まって、そうそうで人数集まって1時間やって、そういやあのあの三つ峰さんとかもそうやって、あの乾杯した後拍手するっていう、しますね、あれも最初何のことか一個も分かんない、今でもよく分かんないけど、うんね、乾杯した後拍手するよね、なんだろう、なんか それは普通なの、普通なんかあんまりその疑問に思ったことがなかった。いやでもあれ世間の人そないせえへんみたいで、はい、まあ、まあそういう意味ではね、鉄道業界のね、なんか習わしというか観光というのはやっぱあったりしますもんね。やっぱ会社の会でも一緒なんですね。そうそうそう、会社は違ってもやっぱ業界ってそこは似てて、お茶行くもやっぱ業界的に、例えば助役さんが若い子連れていくとかね、僕ら当時若かったからお茶連れててもらったんですけど、今考えたらようあんなお茶代毎回出してくれてたんよ。あと遠慮すんなとか、ね、あ遠慮すんなとか言うよね。あとあの千円札が積み上げられたりそれ何それ、え何それ、あの飲み放題とかじゃなくて、ああその都度頼みに行くみたいな、はいはいはい、なるほどね、千円置いといて、千円こうみんなが並べていって、で僕らが置こうと思ったら、まあ、怒られる、はいはい、あそうやね、若い子もええねんってね、なるもんね。次2杯目頼みに行くのにそっから持っていかないそうやな、でも確かに小銭を戻したらまた怒られるんですよ。ああ、いや僕らの世代はほんまにね、先輩方にめちゃくちゃ嬉しそうになったわ。でそれは言われたのが、自分らが今度助役さんとか土地先輩になった時にちゃんと下の子におごっていって、ちゃんとその文化を継いでいきなさいみたいなことを言われましたけどね。技術の継承です。あそうそう、それ技術の継承言うのかようわかんないけどね、はい、ということで、まあ、ちょっとこの後ゆっくりねお茶したいと思います。そうね、ちょっとややこしいことになるかもしれないからね、まあ、三つ峰さんとのお茶毎回こんなネタかもしれんね、おもろいね、あの業界の裏側を話します。よくも悪くも業界広くしちゃったんで、そうですよね、はい、ということでこの後ゆっくりお茶したいと思います。ありがとうございます。